第2回60切ったら60万円。はい。始まるね、これ。始まったっすね。どうっすかね。昨日めっちゃ雨降ったっすね。ねえ。また増水したでしょ？増えたっす。濁りも多分すごい増えてるよね。出た入ってるっすね。ねこれは、出てみな、わからんっすよね。まあ、そうだね。ねえ、まあ、いいようになってくれるといいけどね。はい、あ。まあでも時期的に、いや、まあ、違法じゃ違法じゃないですか。もう一回59センチまで頑張ろうかなって。あと1センチ。あと1センチ悔しいみたいな。いやいや、でも今回はほんまに、釣らなあかんすね。釣りたいね。はい。いや、ええの釣りましょう。まあ、頑張るしかないけどね。まあ、やるしかないですね。ね。はい。釣って、いい絵が撮りたいね。そうですね。うん、まあ、なぜ60万欲しいですね。あ、欲しい。欲しい。欲しいですね。欲しい。本当に欲しい。取らなあかんすわ。臨時ボーナスだね。はい。まあ、頑張りましょう。頑張りましょう。おはようございます。60チャレンジ。60釣ったら60万。ちょっと始まったっすけど、まあ、前回ダメって、まあ、今回、まあ、どうなるか分からんっすけど、で、まあ60釣ったら60万もらえるんで釣りたいのは山々っすけど、まあ、サイズがね出るか出えへんかは、まあ、今日次第なんで、まあ、でっかいの取れるような釣りで頑張って60釣っていきます。おはようございます。六丸チャレンジ、雨上がりの琵琶湖ですけどね、まあ、濁りが増してどう出るか分かんないんですけど、まあ取りたいですね。60万、まあ、でかい魚狙って頑張ります。お願いします。とりあえず朝巻きで PD チョッパーの8分の3オンスでアイアンシャット 4.8。 これでいきます。ね、風ないうちちょっとテキサスもしたいんですけど、どっちにしろ多分今日風出る予報なんで巻かなあかん思うんでね、まあ、そのタイミングは巻いていくっすけど、とりあえず朝なんで巻きで、なでもヤマピーさん釣りそうっすね。そうなのね。釣りそうっすよ。こんなウィード狙い。体物の新芽。金魚ちゃん入れたのかな。じゃあいつも通り朝巻きでいきます。603。連れてくれー。一等で決めたらかっこいいよね、60。あ、せいちゃん三等勝負だね。一等目なし。連れてくれー。二等目。
雨でこれねちょっと濁って水温もちょっと下がっちゃったんですね。上がりはプラスなんだけどね、ちょっと下がりはあんま良くないかもしれないですね。巻き尺食わんかな。よし、本気で釣ろう。ちょっと、で、ナナシやめるわ。へこりぐれいきまーす。まあ、今日今狙ってるのは、まあ、遅いスポーニングに入ってくる、スポーニング前のフィーディングに来る魚を狙って今やってますけどね、まあ、アフターも一緒になっているんで釣れるんですけど、まあ、とりあえず長い魚を釣りたいですね。まあ、プリじゃなくてもいいです。プリの方がかっこいいんですけどね、長いお魚欲しいです。最近まあ50アップ、まあ、60ポロって釣れてるんで、今日また釣れるといいなと思ってやってるんですけど、今のところノーバイトです。まあ、そのうち入ってくるんで気長に焦らず。ただゴールデンウィーク明けっていうことで、魚の方は今のところゴールデンウィーク休暇を取って当たりません。ガチンコンすかね。それ一本だけでいいんですけどね。ほんまに。このベローズのこのフックの刺し方だけは日本一うまい思ってますからね。こういうリブに刺す。リブに刺してこうやって水がついたら水をしっかり落としてから投げ流す。それが肝です。でも僕65までしか釣ったことないですからね。あ、そうなんや。はあ、でも65の6200です。来たっす来たっす。キャンディープス。秋っすね。ん？なんか今当たった気したんですけどね。マイクロベローズ。ジグヘッド。1.3g っす。見せたくないですけど一瞬ですよ。まあこれね、あのGクラックから出た発売されたばかりのバブルネイル、こいつをちょっとねイモリッパースリムに刺して使いたいと思います。これなら釣れたぞ60。ちょっとあんま教えたくないですけどね、秘密のアイテム60。なんでこんな
ドラグが。急にピュー走ってたもんね。すごいな、バブルネイル。やっぱり。あんだけ当たらんかったのに。バブルネイル様、すごいよバブルネイル。やっぱり置いとくだけで釣れちゃうよねこれ。一投目です。だけど50アップないんでちょっと悔しいけど、あ、50アップじゃん、60アップね。朝からね、ちょっとね、何も反応なくて、ちょっと焦ってたんですけど、で、まあ、こちょっとですよ。これね、これ刺して、バブルネイル、G カヤックから発売されたばかりのマル秘アイテムです。で、置いてくだけで、ギュー持ってきましたね、これ。もうほんと刺して、置いとくだけで、こうやって釣れちゃうんで、1投目ですよこれ。1投目、今反応なかったら1投目で釣れちゃったですからね。50アップ、まあ爪楊枝みたいに先が尖ってるんで、まあ、好きなように刺してもらっていいんですけど、軽く刺して、まあ、抜け落ちない程度にちょっとね、こうはみ出させて出しておいてくれたらいいかなと思います。まだ9時じゃん。あ、余裕っしょ。余裕っしょ。まだ余裕っす。まだレッドブル飲む時間じゃない。頼むよ、ヘコリグ。ねえ。ないぞこれは。いい魚かも、いい魚かも。でも50クラスやな。もしかして、よいしょ、いっけよこれ。ヘコリグ今年も飲み物ですよ、こんにちはってね。で、こうやって飲むことが多いんで、バーブレスにしてあげると魚もすぐ取れるんで助かりますね。54とか5とかそれぐらいですね。さあ、くたくたくた。あー、ダメだこれは。ねえな。うおー、元気やな。あった、回復か、これジャンプすんなの。
出ておいで出ておいで。ねえなあ、綺麗だけどなあ、魚。ペコリリとかだもんね。ビーフシュリンプのね 4.8 インチなんですけどね、食ってくるサイズがね、まあまあ50アップが多いんでよく釣れちゃうんで、まあヤマピー的一押しから最近のお気に入り、まあ最近じゃないですけどずっとお気に入りなんですけどね、シルバーシャイナー、ゴールデンシャイナー、セクシーシャット、まあこの3色部、まあ、結構お気に入りなんで、まあ今もシルバーシャイナーでずっとやってるんですけど、ちょっと5ジャップ何もか擦れて今からちょっとカラーチェンジしてもうね、このゴールデンシャイナーで狙っていきたいと思います。60を狙います。切られた。あ、切られてない。取れた。いやいや、いやー、60でしたね。60でした、今のは、ほんまに。せっかく乗った方なら。そんなもんすね。まあ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 、それなり。やっと取れたもんだろ。
ベローズフロートにこちょこちょの 2.3 ぐらい。やっと取れたけど50ミリのんき元祖ほんま。ベローズで。あれじゃあかんのっすよ、50アップのんきなんすよ。でまあベローズこのフロートのまあだいぶちっちゃいんですけど、まあそれを今ジグヘッドで使ってドラッキングで流してるんで、まあ動かし方っていうよりはステイを入れてやるために動かしてるって感じですね。でこうやって大きくでこうやってボートも流れてってるんでずっとズル引きしてるような状態になってるんですよ。なんでそこをわざと竿を煽ってやってワームをこうやって動かしてやるっていうよりはなんていうんですかね、こっちの手前に引っ張ってきてあげて、まあ余分なラインを出してしっかりステイさせてやるっていう感じですね。だから動かすこと自体にそんなに集中しなくていいんで、どれだけの幅をこうやって取ればしっかりステイさせられるかなっていうのを、もうほんまに動かさんとこのままズル引きの方が釣れる時もあるんで、もうその辺はちょっとミックスさせてってどれが釣れるかっていう、その日の当たりを探していくのは、まあ、この釣りでは重要ですよね。ドラッキング。6丸ねえな。釣りに行くな。イモリッパー。めっちゃ低い。芋立派、芋立派。あら、重たい。何もいっぱいする。疲れた。久々にこう元気な魚引くとしびれる。56とか。15、6。悔しい、残念。悔しい。綺麗な魚でいいんですけどね。今釣れた56センチなんですけど、今もこれバブルネイル
さしてたんですよ。聞いてますよ、これ。半分ちょっとぐらい刺して、あ、これぐらい頭出しておいてあげたらね、シュワシュワー置いとくだけで食いますよ。さあ、もう一回狙いますか。まあ、シークレットなんですけどね。イモリッパースリム、これ 3.8 インチなんですけど、新しく出たイモリッパーなんですけどね、イモリッパー95のスリム版って言ったらいいのかな。で、ホールが、水平ホールで、なんて言うんだろう、ロールしながら落ちてってくれるんですよ。で、これに、僕ずっとポケット入れて、ちょこちょこ刺したりするんですけど、これね、バブルネイル、新しく出たバブルネイルを刺して、置いとくだけで、食ってくれるっていうね、飛距離がすごい出るんで、まあ僕メインこれ、スミニング、フロロの6ポンドでやってるんですけど、で、飛距離出して、遠くに飛ばして、着底させて、ステイみたいな。で、バブルネイルが魚寄せて食わしてくれるんで、おるはずですけどね。ああ、30分。何や？全く引きもしないバス。そしてのんき。いい感じで食ってるけど、ちょっとちっちゃいわ。微妙な雨だね、これ。まあ、ザーザーじゃないでいいけど、釣れてよ、これで。あ、そうかもしれん。うん、寒いよね。ねえ。すごいな、こいつ、また。あ、むずい。むずいな、俺。遠いけど。外れたね、一旦。アバンツーマグナムで、ゴムと来ましたよ、ゴムと。巻いてて、ボトムの方にね、沈み物があるんですけど、それにコンタクトさせた時にね、来ましたね。こんな、ね、いい体験のやつは、しびれる。いやー、これ最後。
最後のタイムに上に魚来たけどね、このパンパン、54 4とか5とか、これで今アバンティマグナムプロトモデル発売前のね、ビッグクランクで釣れたんですよね。54センチ5センチぐらいの3600グラム、すごいいい魚なんですよね。今日60チャレンジなんでのんきです。悔しいです。じゃあね、まああと数分あるんで狙います。まだ頑張ります。はい、お疲れ様でーす。行きますか。さあ、終わりました。残念。はい、60チャレンジ2回目。あかんかったっすね。あかんかったっす。めちゃめちゃ悔しいっすけどね。まあ、しゃあないかなと。しゃあないというか、まあちょっとまあ明日も一日あるんで、ちょっとそこでなんとか取れるように、まあ引きもあると思うんで、まあ今日は持ってなかったと、前回も持ってなかったと、まあ明日はなんとか釣りたいなと頑張ります。はい、行きましょう明日。またもう一日あるんで。おはようございます。まあちょっと小雨降ってるんですけどね、60チャレンジ2日目、ちょっと寒いんで、昨日はカッパでやれたんですけど、今日寒いんでちょっと防寒着で行くんですけど、まあ、水温もちょっと下がってると思うんでね、多分あんま良くない状況だと思うんですけど、2日目頑張りますんでよろしくお願いします。おはようございます。ヤゴ、2日目、ちょっと今日朝から雨で寒いですけど、でなんか昼から多分晴れるんで風も出て、ね、ちょっと強めな予報なんで、なんとか昼までに6釣れたら嬉しいんですけどね。まあちょっと今から頑張っていきたいと思います。頑張ります。行きましょう。何がってもこの風っすよね。エリア的にも制限されるんで、とりあえずもう打ちたいところをどんどん打ってって、パンパン蹴っていくような感じで、ちょっとプロトのこういうベロースキル、通称っすね。まだ全然名前も何もボリューム感も何も決まってないです。昨日もそうですけど、沖の方で結構ボイルとかしてるっすね。はあ。寒い。多分バスもそんな感じじゃないですか。絶対言うとるっす。動かんでしょうね、多分。こんな寒かったら。水温もだいたい1度落ちてるんです。昨日よりだいたいですよ。
食えよ。また水温下がっとるね、昨日より。一度ぐらい下がっとると思う。濁りが入っとればねいいんだけど、濁りも入ってないもんね。多分変わってないと思う。連れてくれー。ちっちゃいんかな。吸い込め吸い込め吸い込め、行こう大きいの。ちっちゃいのはいらんよ。風が吹いたらアバンティちょっと投げてみよっか。ダメだったらすぐ帰るけど。でっかいの来い、でっかいの。1投目かよ。きついな、アバンティ。いい魚かかったよ。よっしゃー、いったんちゃうかこれ。バンティいい仕事してくれたよこれ。わあ、一目目で来てくれるなんてね、最高やん。ちょっと待ってよこれね。さあ測りますか。どうですか。ねえな、微妙に測り方によっちゃなんかあれ欲しいね。うん、ないなー、ないなー、ないですね。こうしたらね、またあ、19ですね。のんきや。何も言えません。これね、59センチっていうね、完全に59センチの呪縛が解かれません。本当ね、あのプロトのもうすぐ発売をねするビッグクランク、1投目ですよ1投目。こんないい魚釣れるんですけど、普通の釣りだったらねいいんですけど、今日60チャレンジなんでね、のんきです。悔しい、また。
心折れそうです。泣きそうですね。また59。もうダメ、もうダメ。これね、バーブレスフックでやってるんですけど、バレないですからね。バーブレスでも喧嘩しなければバレない。やりとり練習したらバレないですから。ただ59っていう、普通59だったらまあ喜んでもいいサイズなんですけどね。これ60チャレンジなんで、あるかなと思ってドキドキしたけどないってね、本当にへこみますね。ダメです。ただこのアバンティマグナム釣れるっていう絵が見れたんでね、まあ良かったです。カメラの前で釣れて、じゃんじゃん狙ってきます。あとは60、のんきはいらない。僕の経験不足ですね、これ。60食わせれないっていうのは。まあクランクに切り替えたタイミングは本当に勘ですね。っていうのはあれですけど、ちょっとね、ベイトがちらほら映ったんで、ボトムよりちょっと上の方に映ってるんで、ちょっと巻いてウィードの上ぐらいでタッチさせて食わないかなと思ったら、案の定一発目でウィードタッチしてほぐしてる最中に食ってきて、本当に一発目だったんでドキドキして、サイズも良かったんですけど、ただ悔しい一言です。疲れました。本当にもう泣きそうです。もうただこの後60が釣れれば、もうルンルンでもう疲れも吹き飛んで、今雨も降ってるんでね、即撤収します。60釣ったら撮影終了。ラッシュで UFO を待つみたいなしたいですね。浮上中に来たね。ラインスパーン入ってた。あれいいね。そんな浮きとねえか。なあそんな大きくないな。ダメだ。さっきのあれで完全にパターンやね、これ。クランクパターンや。のんきーです。のんきーだからダメですよ。でもね、アバンティマグナムこうやって釣れるんですよね。今アバンティマグナム使ってるんですけど、使ってる水深がだいたい拠点表示で4メーターないぐらいなんですけど、まあアバンティマグナム4メーター半ぐらい潜るクランクなんですけど、まあその水深よりは浅い場所でウィードトップに当てに行ってタッチで食わせるんで、でタッチでほぐしてほぐして
このほぐし中にも食ってくるし、このほぐした後浮上させるんですけど、この浮上させてる時でも今釣れたんで、そういう使い方で釣れてますね。で、ハイフロートなんでね、ウィードをタッチさせて浮かせてね、すぐ水面近くまで、まあ僕大体3秒から5秒ぐらい浮かせるんですけど、で、また巻き始めて、で、ウィードタッチさせて、ほぐして、浮かせての繰り返しで、そのウィードタッチでバイトチャンス作るように使ってますね。UFO って何色？あれ？一番向こうにおるの。ぽいよ。ぽくない？押し切ったよ。そんなノリ？ないなこれ。と、あ、バレた。そんなノリで来るの？これクランクパターンか今日。50アップやったね。いや60やったなって。60はないか。ちっちゃいかこれ、よくわからん。引くのか、突っ込むな。あー、そんなでかくねえな。ノンキーか。これでも50ちょいとかでしょう。あかんすわ。60がない。アバンティの力見せてよ。全部ね、細い魚は来ないですね。ちょっと針あるですね。アバンティマグナム釣れます。ちょっとね、アバンティマグナム、これめちゃくちゃ今ハマってますよ。1本バレちゃったんですけどね。今のとこ50アップ3本です。今日はこれで釣り切ります。今釣れた50アップなんですけど、これね、スイベル式になってるフックなんですけど、これでなんとかね、バレずにすることができました。バレにくい構造なんで、アバンティマグナム釣れます。ミニベローズ10ヘッドで、全然まだプロトスけど、これで60釣れたらおもろいっすね。ジージー出るっすよ、ドラグ。くさ。
い、こんなんです。ああいうやつなんですよね、取らなあかんの。あ、くそ、違った。これの前のやつ。同じようなやつ。今ちょっと風強くなってババアレになっちゃったんで、琵琶湖ねえ、湾内はちょっと穏やかだけど風村なんであれなんですけどね、沖ちょっとビュービューで釣りにならないんで待機ですね。待機っていう状況で倉敷さんに戻ってきました。マジです、マジ。ちょっと風やみ待ちです。元気だけど40ぐらいか、これ。いやー、40ねえか。おらー嬉しくないけど、嬉しい一発とりあえずちょっと釣れたんで。どこだ？あ、ちっちゃいんだな。ダメだ。押す、ほら押す。これじゃいかんな。ヘコリグだけど、60ない。40クラス。この浜なんで、もろボディウォーターラインっていうか水流れとるんで、漁法性180なんで、ちょっと微妙っすけど、まあ、ちょっとでも多分水撒いたりとかしてるところに魚が溜まっとると思うんで、まあ、そういうとこ狙ってというか、まあ、魚おるとこ探してやっていく感じですね。
終了っす。あきませんでした。ここ一発連れてくれるとテンション上がるけどね。ねえ、59またかよみたいな。このサイズ悔しい悔しい悔しいけど、とりあえず1匹釣れた。今日クランクで今日一ちっちゃいなけどね、クランクで釣れるの楽しいね。アバンティで釣れるの優吾連れとる。このサイズかよ。あかんのかエリアが。エリアが。アバンティめっちゃ釣れて楽しいけど、60釣らなきゃあんでね、ガンガン巻いてかなか。魚だよな。魚ですね。もう勝った勝った勝った。このサイズばっかなんだよな。楽しいけど釣れるのは。って言っても、よいしょ。60。あるね。45とかでしょ。ね、45とかだけど、でも。クランクでアバンティマグナムでいっぱい釣れるんで楽しいです。ただサイズ選ばなかったんですけどね。60はい、2日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや難しかったね。いや難すぎましたよ僕ほんまに。で、ヤマピーさんも59、はい、またやってます。59止まりっていう寸止め。いや悔しいっすね。悔しいっすけど、まあまあ楽しかったね。いや楽しかったっすよ。まあ夢あるし。まあそうですね。ね、60釣れたら60万っていう。撮りたかった。いかつい企画ね。ありがたい企画。いやまたもしあればね、挑戦したいっすよね。やりたいっすね。ねえ、ぜひ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 。まあまあまた次頑張りましょう。あれば頑張りましょう。やってください。はい、アミさんお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。